火薬仕込みの靴がなくても戦えたか。なあ、さっきの逆シードって何？ザッコス対チャランコの第二試合が始まります。殺す。来るぞ。大本命が。会場の雰囲気も変わった。なんで？あの化け物に比べりゃえらく小物に見えるぜ。稲妻大車に両家が通ってしる。見たかチャランコ、水流のケリー。見たけど何？え、これは観客の皆さん、興奮冷めやらぬ様子ですが。大変だ。この近くに凶悪な怪人が出たらしい。すぐに避難させなければまずい。安心しろ。会場内に怪人が侵入した場合は俺が退治してやる。なんで全然弱くねえじゃねえか。焼却。残り4体の場所。よし、こちらで誘導しよう。ロケットスタンド。ニガムシ頑張れよ。うっせ、俺は元バンク先生の2番弟子だぞ。ちょうだい。見つけたぞ、お前を排除するハイボルテージヒット。消えろ。 S 級ヒーローか。君もゴキブリは嫌いかね。ここで弱面選手タップアウト。美しいスポーツマンシップです。結び方がわかんねえ。お前聞いてるのか。武道家が拳を交えること、それはスポーツではなく。おい、まあいいや。これでお前もしや素人か。ああ、実はこういうの初めてなんだ。最後に頭だ。あ、この世と頭触んなよ。また一発で決めたか。よし、俺もそれで行くぞ。ほらほら、どうした。仕方がない、これだけは使用すまいと思っていた。まさか殺虫スプレーなんてことはないだろうな。なんだ。焼却。足を捨てて逃げたのか。ちょっとあなたたち、簡単に敵の手に落ちてるんじゃないわよ。だったらあんたもこのドエス様の奴隷仲間に入れてあげるわ。さあ、ビシバシ行くわよ。呼ばれなくたって来るわ、あの姉は。なんだいこの振動。ドエス、ヒーロー側にもとんでもねえ化け物が。 あんたたち、私の逃げる時間を稼ぐな。無駄話してる場合じゃないわね。他にも怪人がいるみたいだし。さっきのマックス君の方が思い切りが良かったな。お前こそ避けるばかりで反撃してこないのは何なんだ。才能ってやつじゃないかな。いちいちムカつくやつだ。それが自然の断りだ。怪人に襲われてる人々を放っておけとでも言うのか。なんだ。つまりこういうこと。さて、この劣勢の中、ヒーロー協会はどう出るか。チャランコよ、俺が本物の武ってやつを叩き込んでやる。おい、出番だぞ。ん？どうした、頭抱えて。気をつけろよチャランコ。なんかいい先輩みたいになってきたけど、俺別人なんだよな。この犬マンが相手だ。まだ情報が入りません。くそ。大丈夫だ、彼らが動き出した。よくもコンサートの邪魔をしてくれた。さあ、いよいよ準決勝第2試合。このカードは大注目です。私の一族は先祖代々優秀な遺伝子のみを掛け合わせ作られてきた選ばれし民。始め。またしても一撃。半端な戦力が戦ったところで余計に被害が拡大するだけだ。
傷口に当たっただけだ。あれは戦慄の竜巻。あんたたち人手が足りない時にこんなところでガン首揃えて何遊んでんの。まさか俺より強いつもりか。聞こえたらどうすんだ。お前らの喧嘩に巻き込むな。こうして皆に集まってもらったのは他でもないヒーロー狩り画廊の件だ。探し出すにも人手がいる。力を貸してほしい。屈強の大剣豪である皆の力を。いつから仲良しクラブになったのだ剣聖会は。腹切り。怪人細胞。まさかこれを。無論わしはもう人間じゃない。それほどの力を手に入れた。みんなお前ほどバカじゃねえってよ。スーパーファイトもいよいよ決勝戦です。下馬評では圧倒的劣勢のチャランコ選手。明帝剣水流対水球炭酸剣チャランコ。こいつまさかズラに気づいたんじゃ。楽しもう。え、始め。さあついに始まる。あれ、どうした。見えてないわけじゃないだろ。連続蹴り。君の目、地位や名誉なんかじゃない。もっと楽しいものを探している目だ。まあそうかもな。楽しいか。ああ強いのは楽しい。なるほどな。お前はちょっと違いそうだな。わかった、行くぞ。さらに数段速い。決まった。そうでなくちゃ面白くない。このまま耐えてれば逆転の目が。え、怪人と戦ってるの。まるでヒーローみたいなことしてるんだな。立派な志、崇高な思想、高尚な倫理観。君を認めてるからこそアドバイスしてあげたんだけど。なっ、グリーンヒット。それ以上強くならない方がいいぜ。なんとカツラの着用が発覚してしまいました。なんとここで試合終了。優勝は水流選手。ここからが本番だ。なんとまだ続けています。メイティ空流剣連撃、超連撃。うわカッコつかねえな。今のうちだ。取り押さえろ。やべ、捕まえろ。負け。